こんにちは、グッピー小杖です。今日は久しぶりにコテージキャンプにやってきました。初めてなんで動画は全然撮ってないんですけど、ほんまにこんなちっちゃいの連れ撮ったらもうキャンプ虫もなんもかんもめっちゃ大変やろなって思ってたんですけど、何回か作ってる簡単でガツンとくるメニューを作ったり、コロナ禍だからこそテイクアウトをうまく活用したりして美味しく食べキャンしましたっていうだけの動画です。よかったら今後のキャンプ飯のネタにぜひ。まずはこのスペアリブなんですけども、家で全部仕込んで現地では炙るだけで食べられるので、しかもビールのおつまみに最高なので、ぜひぜひ作ってみてください。しかもなんかめっちゃバーベキューやってる感出るし、前にこのスペアリブを夏のキャンプで仕込んで持って行ってコロナビールと一緒にガブ飲みしたっていう頃がね、本当に幸せやったなって思います。あとはジョンソンビルのソーセージ、最近ファミマでねジョンソンビルのソーセージ1本売りも始まったんで、ほんま食べてほしい。もう焼くだけで美味しいし、なんかちょっと冷たくてもええねん、美味しいから。で、あとはでっかい肉を炙るだけです。これはもう美味しいだけや、これはもう美味しい。あと野菜は椎茸を焼いたりとか、この動画で食べてたみたいなきゅうりをただ単に塩につけただけのやつを持っていきました。これはもう夏キャンプでは必須ですよね。うわ、めっちゃええやんって思ったんが、テイクアウトメニューをうまく活用してめちゃめちゃ楽して美味しいキャンプ飯を作ろうと思って、大阪で4番目に美味しいという噂のお好み焼き屋さん、くにちゃんの焼きそばをテイクアウトして持ってきました。もちろん焼かないで、はい、あ、これですよね。油かす焼きうどん、こんな感じです。こういうね、天かすとか生姜とかもやってくれはって、焼きそばもやっぱねこだわりのちょっと太麺みたいなやつで、まあキャベツ、お肉とイカとエビと、でこれやねんけど、これが油かすっていうやつで、一回茹でることによってパリパリ感が増してめっちゃ美味しくなんねんけど、前やった時は一回茹でんのを知らんかったから、そのままやってちょっとプニプニな食感やってんけど、ユニセレの卓上コンロもベビーがいるので下で使ってます。すごい。一回蓋閉めて、溶けてパリパリになるんか、これは。そういうことか。めっちゃいい感じに焼けてきました。けどやっぱりこの油かすのパリパリ感がすごい難しい。これが普通のソースで味付けて、いい感じ。ニンニクソースがほんまめっちゃ美味しくて、どうやろ、パリパリなってるかな。あー、やっぱりちょっとパリパリさが自分でやると足りひんけど、でも美味しい。美味しい。やっぱなんか日暮らしの中食べるから美味しいわ。うまい、美味しい、めっちゃうまい。なんか息飲みしてた。